市川市ではこれまで活躍されてきた75歳以上の皆様をゴールドシニアとお呼びし、新たな施策を展開しています。今回、市内バス・タクシーの公共交通事業者の協力のもと、バスは100円、タクシーは500円分を差し引いた金額で乗車できるチケット75をゴールドシニアの皆様に支給します。この動画ではこのチケットのご利用方法についてご案内いたします。まずはバスでの利用についてです。チケットは10枚綴りです。使用の前にあらかじめ切り取り、裏面に利用者の名前を記入してください。バスは対象路線であれば、どの停留所で降車してもチケット1枚と現金100円でご利用いただけます。乗車の際は、IC カードのタッチや整理券を取ることなどはしないで、そのままご乗車ください。降車の際は、運転手にチケット75を使用する旨をお伝えください。チケット75を使用します。はい、かしこまりました。100円玉とチケット、こちらの運賃箱にお入れください。運転手の指示がありましたら、チケットと現金100円を運賃箱へ投入してください。一部路線では、チケットは運転手が回収いたしますので、運転手の指示に従ってください。なお、乗車の際に守っていただきたいことをご説明いたします。着席するか、空席がない場合などは、手すり・つり革につかまる。走行中はバスの扉付近には立たない。降車する停留所がモニターに表示されて、アナウンスがされたら、降車ボタンを押す。停留所に到着し、バスが完全に停車してから移動する。車内での怪我や事故を未然に防ぐため、ご協力をお願いいたします。続いてタクシーでの利用についてです。タクシーのチケットは5枚綴りです。使用の前にあらかじめ切り取り、裏面に利用者の名前を記入してください。タクシーについては、指定事業者に限り、市内発、または市内着の乗車でご利用いただけます。チケット75は使えますか？はい、ご利用いただけます。はい、予約や乗車の際には、あらかじめチケット75が利用できるかどうかご確認ください。タクシーチケットは、1枚あたり500円分の補助となります。料金が1500円で、チケットの利用で500円引きになりまして、1000円でございます。はい、降車の際には差額の運賃をチケットとともに運転手にお支払いください。なお、このチケットは他の助成券との併用はできませんので、ご注意ください。市川市はゴールドシニアの皆様がこれからもますます外出をしていただき、積極的な社会参加や交流を通じてお元気でお過ごしいただきたいと考えています。市内各所へのお出かけに、ぜひチケット75をご活用ください。